吉祥寺の食うたにようこそ。さて本日の食うたはこちら。ではごゆっくりお楽しみください。ファミリーマート冷やして食べるこだわり滑らかクリーム感を食べたいです。これパンコーナーじゃなくてシルドフレーバーコーナーだったんですけど、なぜわざわざシルドフレーバー、この冷やして食べるクリームって本当に冷やすになるのかなっていう思い出のことは多々あるのですが、今回はどうなのかな。で、中身はこんな感じです。カスタードじゃないですね、これ。ではいただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。ホイップクリームは確かにミルク感があって美味しく、パン生地もふんわりしてるんですが、やっぱり冷やすと何がここなのかというのは今一つよくわからないんですよね。なので食べ比べてみないと何とも言えないという部分がありますが、クリームパンとしては美味しかったのでこちらも点数とさせていただきます。ホイップと一瞬思ったのですが、カスタードでない方もいいですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。お楽しみいただけましたか。もしそうですね、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。